趣旨の説明を聴取いたします。亀井明子君。ただいま議題となりました決議案につきまして、提出者を代表いたしまして、その趣旨をご説明申し上げます。案文の朗読により、趣旨の説明に変えさせていただきたいと存じます。建築物等における木材の利用の促進に関する件、案。木材の利用を促進することが、森林の有する多面的機能の発揮および山村、その他の地域の経済の活性化に貢献することを等に鑑み、建築物における木材の利用の促進および建築用木材の適切かつ安定的な供給の確保に関する措置を講ずること等により、林業および木材産業の持続的かつ健全な発展を図り、もって森林の適正な整備および木材の自給率の向上に寄与するとともに、脱炭素社会の実現に資することは極めて重要である。よって政府は公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行にあたり、先事項の実現に万全を期すべきである。期1、木材の利用の促進による森林資源の循環利用の確立に向けて、確実な再造林をはじめ、森林の適正な整備が図られるよう、森林整備事業にかかる予算の確保および支援措置を拡充すること、また木材の利用の促進、確保を通じた山本への一層の利益還元を推進するとともに、内外における木材の需給状況を踏まえ、建築用木材の安定的な供給体制の構築に努めること。2、木材の適切な供給および林業の持続的かつ健全な発展を図るためには、人材の育成、確保が喫緊の課題となっていることに鑑み、林業就業者の所得の向上、労働安全対策をはじめとする就業条件改善に向けた対策のさらなる強化を図ること。3、持続可能な社会の実現に向けて、木材の利用の拡大による炭素貯蔵、二酸化炭素の排出削減効果の最大化により、2050年カーボンニュートラルの実現を目指すとともに、循環型社会の形成、自然との共生等を統合的に推進するため、本法の措置に加え、建築物等における木材の利用の促進のみならず、公共土木分野での木材の利用の促進、熱利用など高効率な木質バイオマスエネルギーの活用を推進すること、右決議する。以上です。何とぞ委員各位のご賛同を賜りますようお願い申し上げます。これにて趣旨の説明は終わりました。採決いたします。本動議に賛成の諸君の起立を求めます。起立総員。よって本件は本委員会の決議とするに決しました。この際、ただいまの決議につきまして、農林水産大臣から発言を求められておりますので、これを許します。農林水産大臣、野上浩太郎君。ただいまのご決議につきましては、そのご趣旨を十分に尊重させていただき、関係省庁と連携を図りつつ、今後最善の努力をしてまいる所存でございます。お諮りいたします。ただいまの決議の議長に対する報告及び関係当局への参考送付の手続きにつきましては、委員長にご一任願いたいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。次回は候補をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。はい。